は東京都横須賀線の武蔵小杉駅。これから横須賀線で大船まで向かうのですが、今回乗るのはこちら。はるばる成田空港からやってくる空港特急成田エクスプレス52号です。この駅から大船だと短距離かつ特急と普通列車でそこまで停車駅の差もない状態。何も目的がないのならわざわざ高い特急料金を払って特急に乗る必要もないのですが、この特急は別。何が特別な列車なのかは乗ってみてしばらくするとわかります。とりあえず乗り込んでいくと、おお、これはほぼ貸し切り状態の車内。この列車、私にとっては時間が合えばわざわざ乗っていきたい列車なのですが、他の人、とりわけマニアにとってもそうでもないようです。さて、列車は新川崎を過ぎて東海道線と合流と、ここで何か列車と並走しています。もうお分かりでしょう。寝台特急サンライズ号です。この列車のこの区間にわざわざ乗った理由がこれ。この成田エクスプレス52号、東海道線と合流する箇所からサンライズ号と並走バトルをする可能性がかなり高い列車。この列車が走る横須賀線は新川崎駅を過ぎた先で東海道線と合流、横浜駅を過ぎその先大船駅まで並走する形となりますが、両車停車する横浜駅の到着時刻は双方とも22時14分。つまり両車とも定刻での運転ならば、このように滑り込むこととなり、その手前の合流地点から横浜の数キロにわたっても寝台特急 VS 特急のバチバチの並走バトルが見られる可能性がかなり高くなっています。なお横浜発車はサンライズ号の方が早く、サンライズ号は次熱海まで停車、成田エクスプレスは戸塚大船に停車と停車駅が全く違います。横浜伊勢は並走しにくいかと思われます。皆さんも何かの折にこの成田エクスプレス52号に乗って横浜へ向かえば、この並走が見られるかもしれません。ぜひ皆さん運試しに乗ってみてはいかがでしょうか。